伊藤佑樹。ボクシング仕込みのパンチテクニックで KO を量産し、アウトサイダー後期に無敗の王者となる。プロ転向後はディープに参戦し、軽量級を代表する選手の一人に。ツイッターでは格闘隊上に格闘隊をやってます。